七三七三陸軍墓地中コンボ比。第二次世界大戦中に、現在の放射線影響研究所がある敷地に建てられ、アブック建設に合わせて、現在地に移転、碑文が削られ現在の形になったと言われている。以前墓地は放射線影響研究所周辺に存在した。また、背後の NHK の放送アンテナ周辺も墓地だった。七三陸軍墓地は、 広島県広島市南区の七三公園にある旧陸軍の墓地。広島七三陸軍墓地法3会が維持、管理を行っている。1872年の広島賃貸設置に合わせ、賃税賃貸の兵士を弔う国有墓地として整備。第二次世界大戦の戦中戦後の混乱を経て、1960年に現在の形に再建された。 1877年の西南戦争から第二次世界大戦までの約4500柱が埋葬。約3500機の墓石が並べられている。沖縄県以外の日本全国の兵士のほか、中国、ドイツ、フランスの兵士の墓もある。戦前戦中の小学校教科書に登場した木口翔平の名前が日清戦争合同碑に刻まれている。また、 幼い県広島栄寿病院長の本部がある。なお、現在は国有墓地として認められていないため、七三南広場が正式名称である。1872年に吉山南部を陸軍墓地に指定。建設当時は、現在の NHK の電波塔や放射線、影響研究所の一帯を占め、当初は規定に基づき、約2500坪から約2800坪だった。 火葬が一般化する前だったので、広島で土葬にし、遺族が遺族手当などを使い七三墓地の土地を購入。日本全国から墓山に訪れた。また、戦役ごとに訪れた、報道人も存在した。また墓地内には、山陰や四国から運ばれた石で作られた、慰霊碑も作られた。墓地の高台では、大正中期頃から1928年4月まで。 ドンと呼ばれた十二時の時報として空砲を撃っていた。1941年に合奏方式へ変更する陸軍省たちが発令。目的は校舎法人地の設置のためとされ、中婚費一基を建てるとした。1944年から工事に入り、破壊石は撤去の上で豪に埋設。遺骨は仮の骨堂に収められた。しかし、 1945年8月の終戦により、工事は中断。同年9月の枕崎台風や、同年10月の大雨で、破壊し合骨は流された。もともと墓地があった地には、アブックが建てられた。中国新聞に1955年に掲載された、広島市長を務めたことがある。浜井新三のインタビューでは、アメリカ軍側が、水害被害を恐れて高台へのアブック移転を求め、 国立公園化の予定があった宇品は外され、二葉、山などは受け入れられず、七三に落ち着いた記述がある。占領下のため、GHQ のある程度の圧力はあったが、理由付きで反対理由を説明、市議会に伺うように求めた。五貧田や陸軍墓地があり、市民感情を考慮するように求め、極力構想でない建物を建設するように求めた。また、 当時敷地内に残されていた仮納骨堂、中根墓碑、わずかに残された墓石についてはアブックの費用で移転が行われ、仮納骨堂については石碑を作りその中に移転。中根墓碑は現在地に移転。低調な採点を行った上で遺骨の移転。墓石については地下深くに埋めた記述がある。中根墓碑については旧墓地の中根碑の碑分を削った上で移設された。 また、復興に尽力した愛女子の証言で、当時の市民が土万獣の元に遺骨が埋まっていることを知らず、土万獣の上で花見をしたりしていた。それらの実情を市役所に訴えても相手にされず、そのことが愛女子など有志により自ら墓地の再建活動を行うことになった。1955年4月に現在地に再建することを決定。翌五月より有志により、 資材を投じて、掘り出しを開始。破壊し、遺骨の他に、身につけていた軍服や軍帽、金モールなどが出土された。1956年春には、七三陸軍墓碑復興会を設立。破壊しの水洗い、文字の墨入れ折れている墓を合わせる、名簿の作成などいった。再整備された破壊しは、九段のコンクリートの段を作り設置。遺骨は四箇所に収められた。 また、募金活動も行われ、広島市内の寺、町内会長、企業などからお金を集めた。再整備は1959年までに完了。1960年10月には寄付金により、礼拝堂が建てられた。再建された墓地は、1961年3月に、広島市に寄贈された。広さは、かつての十数分の一の2000平方メートルになった。後年に、 墓地先端部は整備に尽力した愛女子の名前から日出の台と付けられている。1978年の新聞記事に法永圏の跡地を使い陸軍墓地の再整備を求める記事が掲載された。また法永圏の敷地に博物館を建てる構想も存在していた。法永圏の敷地では再建墓地完成後も取り残された遺骨が発見されている。 2008年時点での管理は、日本国が広島市にいたく、敷地内の伝統の電気代、水道代及び週に1、2回清掃員を派遣している。また、毎日有志による清掃も行われている。会員の高齢化などで、有志による清掃2990年頃は20人から30人参加していたのが、近年は参加者が減少し、寄付金も減少している。 2008年の報道で国営化を訴える声も出ている。寄付金の減少で月ごとの供養で住職を呼ぶことも困難になっている。それでもお供え用の花を無償提供する業者や毎年4月に合同追悼式が行われ陸上自衛隊第13旅団も参列している。2019年3月までに広島市による平和の丘第1期工事の一環として 陸軍墓地が整備された。フランス人墓地七三陸軍墓地の一角に、フランス人墓地が整備されている。1900年の北進事変で死亡した兵士を埋葬するために、現在地に同年、増援された。第二次世界大戦中の陸軍墓地の破壊の時も、そのまま残されている。フランス艦隊が宇治河港に寄港した時は、乗務員はフランス人墓地に墓参した。 1961年に再建したとする記述もある。復興に尽力した愛女氏は遺骨をドマン獣の形状にしていたと証言している。戦後新中軍がアブック建設を強行した際にその敷地内の遺骨を南側斜面に破棄したとする記述がドキュメンタリー原爆遺跡広島のこの爆心地レポートにある。合わせて同書には 当時は連合国占領下で報道が禁じられ、敷地提供を強要したとする記述がある。ありがとうございます。